はい、どうも、さっくんです。今回の動画は、南海1万系サザン、中間改造車の、完成したところの、加工紹介の動画です。ジムの1万系の、造形セットになっておりますね。編成は1万 5F、ディティールアップしたつもりであります。というわけでですね、今回は、一両ずつね、加工した点を見ていきたいなと思っております。それでは、和歌山川から行ってみましょう。まず和歌山川の、先頭、一番先頭に入る方ですね。こちらは、ホロがついてないので、ホロ枠の黒の縁を塗りまして、ホロ脱着するラッチですね。これを、余りのシールでちょっと、似てないんですけど再現してみました。インパクトあるかなということで、7箇所ね、白の、シールでね、細かく再現しております。で、運転台の方に白の箱2つと、あと仕切りをね、若干再現しております。で、多分前の加工紹介でも言った通り、サンバイザーもついてるんですけど、これは、青じゃなくて多分緑になってるはずです。その辺はまた後日修正しようと思います。で、ちょっと見にくいんですけど、オレンジ帯の下に、渡り板を設置しております。これは下げた状態です。で、連結器の左側に、エアホース。こちらも、レールクラフトアードさんのパーツを、使っております。で、こちらはね、ダミー連結器のままです。で、横から見ますと、うっすらね、ブルーガラスになっているのがわかると思います。客室の方もね、このようにうっすらとブルーガラスに、変えております。これはですね、クリアブルーを一回吹き付けてから、薄めていって、最後拭き取る形で、ブルーに、薄いブルーにしました。行き先表示器の行き先は、サザンの和歌山港行きです。これは別に、特に理由はありません。これ和歌山川の先頭、一応反対側も一応お見せしますけども、これは台車とかも、床下は一緒に、同じ色を塗っております。戦艦ヤマトのね、ヤマトグレーというのを塗っております。で、次の、2両目に行きましょう。2両目は、パンタグラフがついておりますね。で、車販コーナーもね、ついておりまして、で、こちらが改造したところになっております。で、こちらも床下は同じくヤマトグレーで塗っています。で、パンタグラフはこれ、銀色ですね、シルバー、スターカラーの、8番のシルバーです。そしてパンダのシューのところに、カーキ色で、スリーターをちょっと再現しました。そして反対側行きますと、墨入れしてる、車販コーナーがあると思うんですけど、こちらは、ガンダムマーカーの墨入れ筆ペンで、再現しております。こちらはね、抵抗器とコンプレッサーが並んでる方になりますね。で、続きまして、3両目ですね。3両目は、台車がヤマトグレー。で、床下が、茶色になってると思うんですけど、これは重要部検査の、台車だけを、外して、洗浄検査したというのを再現しております。
なので、一部の床下機器はちょっと塗ってあるんですけど、他は全部茶色のままで、重要部検査っていうのを、一応再現しております。で、反対側もですね、一部の機器以外は茶色です。で、ちなみにこの一つだけでっかい箱グレーなっていうのは電池ですね、バッテリーになっております。で、最後に、ナンバ側の先頭車行きましょう。こちらもね、制御車になっておりまして、抵抗器とコンプレッサーありますよ。こちらもね、重要部検査の姿を再現しております。一部の抵抗器とこのコンプレッサーを、新品に交換したっていう想定で、塗っております。これはもうほぼ遊び心ですね。反対側見てみましょう。反対側は制御器が、ついておりまして、制御器の蓋だけね、3つ新しいものに交換しているという想定で塗りました。こちらは特に、特徴はないんですけど、これがだいぶ印象付けられるかなということで一応塗っております。で、パンタグラフもついてますんで、これは、ミスターカラーのシルバーで塗っております。で、最後にですけど、ナンバー側の先頭車、こちらはホロつけておりまして、運転席の中は先ほどと同じメニューで、施工しております。そして、バタリーターもついてるんですけども、ちょっと黒い部分が見えるかなと思うんですけど、こちらはですね、他社と連結してすれた跡をちょっと再現しました。だいぶ細かい部分なんですけど、で、連結器はここだけ TN カプラーに交換しております。はい、という感じで、ささっと紹介しましたが、いかがでしょうか。サザンもね、これぐらいスピードアップすればかなりリアルになるかなと思います。ちょっとは参考になってかどうか分かりませんが、少しできるところがあれば参考にしていただければと思います。というわけで、今回は GM の南海1万系サザンの、完成後の加工紹介でした。それでは。